こんばんは。遅くなりました。普段メールに「ショールーム何時からします」とか送んないくせに、今日に限って送ってて申し訳なかった。こんばんは。暑そう。1時間半待ってました。ごめんなさい。ごめんなさい、ポッポ。緊急案件がありました。よいしょ。よだれが落ちてました。疲れんこーん。尻尾と猫耳生やして待ってました。やばい、みんな待つ時だいたい首を長くして待ってましたとか言うじゃん。なんか何尻尾って よだれ出しながらと尻尾生やしながら特殊。こんばんは。猫耳生やしながらはちょっと可愛いな。待たせたいな、みんなのこと。猫耳生やしながら待っててくれるんだったらちょっと見たいから待たせちゃうかも、あえて。待ってるのは待たせるより幸せな時間？なんか歌詞にありそう。こんばんは。こんばんは。身の森にあるの。ああ、そうなんだ。歌詞はあまり知らなかったです、恥ずかしながら。未来はいつも疲れんこん。こんばんは。ストロー、これさ、数時間前に買ったセブンカフェなんだけど、L 300円もすんだけど。ローソン行ったら機械が今使えませんって言われて、ローソンのメガを買いたかったのに。日経エンタ在庫なかった。あら、マジか。通販が確実かもやね。
フラワーフェスティバルを楽しみに頑張ります。楽しみ。フラワーフェスティバルで私は絶対に屋台を食べたい。ピアラブ舞台の方届きました。お、嬉しい。なんか今日蒸し暑い。タワレコ行きます。おお。フラワー。久しぶりやな。こんばんは。雨降らない。よかった。誰を待っているの？風？おきちゃんの風を待つの衣装の写真見ながら、風を待つの衣装やっぱ可愛いなって思ったよね。さっきっていうか今日。風を待つのさ衣装ってなんか初めて指輪とかブレスレットとかなんかイヤリングとかついた衣装だったから、なんかね可愛いってイメージがねあって、久々に見たらやっぱ可愛かった。風ああやがて風が吹いてくるまで見せる僕は桟橋に立って君を待てい, いよう。ベン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 。風を待つかわいい。実はあのスカート結構重たいんです。これは溶けきったコーヒー、ちょっと苦くなっちゃった。13日台風ちょっと心配です。え、四国？マジか。でもさ四国の日にね、四国公演が来週13日にあるんですけど、その時にあのタバレコ広島さんのお渡し会の参加券と商品の取り置き期間がね12日までなんですよ。だから13日に取りに行こうかなと思ってる人は電話 してくださいって書いてる、タバレコに。ツイッターで今日リツイートしたんですけど、ご予約商品と参加券のお取り置きは6月12日までです。万が一期間内にご購入が難しいお客様は恐れ入りますが、期限までに必ず店舗までの取り置き延長のご連絡をお願いします。もしご連絡がなく期限が過ぎた場合、自動でキャンセルさせていただきますので、あらかじめご了承くださいって書いてますので、あの遠方から来る方は、まあ、13日じゃなくてもその当日でもいいんですけど、とりあえず電話した方がいいみたいです。取り置き、そう、電話したら置いといてくれるみたい。延長申請したら、そうなので、お忘れなくキャンセルになっちゃったらね、当日行っても、まあ、当日行って買えばいいんだけど、まああれってなっちゃうから。
そう、結構重要な情報。そうなのよ。なのでもし広島の渡し会、逆に言うと電話すれば当日まで待ってもらえるってことが判明したから、前髪伸びるの早い。え、そうなんや。なんか前髪さ切ったばっかなのにもう長い。てか梅雨やけんかな、なんかすぐペタペタになるけん長い。そうだから広島に無理して来なくてもいい説が出てきました。初めて見ました。ありがとうございます。電話してみてください、一回。なのでちょっと行きたいなと思ってるけどどうしようかなって方は、で広島って2回行かなきゃいけないと思ってたけど行けるっぽいのでぜひ来てください。電話してみて、タワレコさんに。待ってます。無理してしまった、無理してくれてありがとう。いや知らなかったもんね、システム。昔から融通聞かせてくれる？そうなんだ、知らなかった。グリンゴー楽しみ。まあ公演の時にね取りに行こう。一般お客さんはまだやった気がするから公演ついでに来ちゃってもいいと思います。まあ、ついでに来れる日じゃないけどね、平日だから。お待ちしてまする。タワレコさん親切。ぜひ1冊券と2冊券で、2冊券てかそうそう、二冊券ループしますとか言われて、あそうか、一人何枚でも買えるんだってなりましたけど、ぜひお待ちしてます。クリアファイルがねいっぱいになるね家に。楽しい。でもさクリアファイルさ2セットあったらさ、この裏表でさ飾れるからさ、ね、そのさ裏と表に柄があるけん全部の柄飾りたかったらどっちかを選ばないけんのよね。だけど2セット買ったら2つの柄を両方全部の柄が並べれるなって思った。だからいいんじゃないって思いました。タレコさんの電話から優しい。こんばんは。こんばんは。そう、2つで1つ、そんな感じだから2冊購入で、あなんか2冊いらないなーっている思う人もいるかもしれないけど、全然2冊あってもいいんじゃないだろうか。当日私もタワレコで買おうかな。え待って、私さなんか福田あかり券で買ったらどうなるんだろう。ポストカード1枚自分で持って帰っていいのかな。宛名書こうかな、あかりちゃん家って。もう一冊欲しいんだよね。カリンゴ。楽しみ。お渡し会とかあんまないから楽しみです。渋谷のは参加できたらなと思ってます。待ってます。私物さ、あの辺都会だからちょっと緊張するよね。私だけかな、たどり着けるかな。まあみんなで行くから大丈夫か。渋谷国ちゃんの2冊券です。おー嬉しい、ありがとう。
そう、写真集みたいなもんだからね。渋谷行きます、待ってます。渋谷が私服衣装のポストカードで、広島がキリギリス人衣装のポストカードでした。5周年ブックも私物だったね。そう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 、よく覚えてるね。こんばんは。あそこにあるクランキーを食べたいんだけど、取りに行くのがめんどくさくて。クランキー食べたい、食べよう。あ、タカミラもありがとう、無事取ってこれました。おいたミラもありがとう。私がいなくなるの待ってた、もしかして。一瞬で取りに行ったし、ブーちゃんありがとう。ごめん、あのね、徒歩、あれ取りに行くのめんどくさがる方がおかしいぐらいの、あの徒歩散歩、散歩じゃない、散歩、散歩の距離でした。あそこにある、ありがとう、とほほ。こんばんは、猫食った。クレポ？うまい。クランチが好きなのかも。クランチチョコって好きなんだよね。こういう感じのサンドになってます。カレンコ、シュキシュキー。うん、まばたきしてるよ。歯ごたえある、めっちゃ今歯に挟まっとけね。足細い。
いい膝。顔描こうかな。ピザ。あ、ピザソース買うの忘れた。なんか最近さ、ピザトーストをね、よく作ってて。で、あのケチャップ、ベースをバターとケチャップとマヨネーズで作ってるんですけど、で結構な頻度で作るんですよ、最近ピザトーストを。もう週3回ぐらい。だから、ピザソース買ってもいいなと思って。ね。なんかあるよね、チューブでさ、やるさ、ピザソースみたいな。スーパーに売ってんのかな、普通に。探そうと思っていつも忘れてる。カルディとかにあるかな。カルディ行くことないもんな、あんまり。どこに売ってるんだろう。ケチャップに七味、辛そう。あ、スーパー探そう。調味料か。松木屋の前でこけた後わかんない？うん。確かに。確かに。逆になんか白くなっちゃってるかも。体育座りかわいい。フォトライブラリーみたい。ありがとう。成城石井は高い。成城石井ってないかも、広島に。あるのかな？行ったことあるけど、東京で。よく分かんなかった。疲れんかん。ジャム類置いてるとこ。今度買おう。成城石井すごく高いです。あ、そうなの。うん、高いのか分かんないな。ないな、マジで。広島に卒業したの。卒業してない。卒業したらここにカッコ STM48 で書けないからね。高いんだ。庶民は声優？声優をね、聞いたことあるけど行ったことない。地域性かな。地域性な気がするな。スーパー。駅でサンライズをすれ違った。お、いいね。サンステ岡山にある成城石井。へえ。マンドゥ知ってる？知らない。スーパーの名前。コストコも行ったことないんだよね。え、24時間スーパー？声優？すごい。スーパーね。オーケー、ライフ、ロピア。全部わかんないわ。コストコって全部めちゃめちゃ量多いんでしょ。ハローズわかる。中四国はハローズとかじゃない？アルクに、ヤオコー、丸中。あ、丸中。そうそう、丸中だよ、丸中。ラムーね、ラムーもある。コスモス、コスモスはでもドラッグストアじゃないの？どうなんだろう。ヤオハンわかんない。コストコ沖縄に出店予定。
沖縄は大家族が多いのかな。キリン堂わかんないわ。丸吉もわかる。あんま行ったことないけど。岩石わかんない。56分、オッケー。コストコね、でも一回行ってみたい。会員権みたいなのいるんだよね。フジグラン聞いたことあるぞ。あ、待って、やばい。 iPhone は使用できません。1分後にやり直してください。だって、ちょっと1分待って、ランキングが。あ、こっちで、こっちで見ればいいんだ。なんか、なんでびっくりした、今初めてなんだけど。アールアップ弥生県で赤目ネバトロロ、ネバトロトロ鶏天の定食早くちょっとは、麦飯で頼んだらネバネバ最高すぎてご飯並み2回おかわりしてた。ネバネバすごい。うまそう。麦飯食べたい。納豆ご飯ってやっぱ最強だよね。いいね、弥生県ありがとう。宮城焼、いや早く読みたいけど、あかりちゃんに渡してもらうまで我慢します。へそへそ我慢してください。そうだよ、へそ映ってからね。それに期待してて。ならうどんしか、3軒目にしてムックボンゲット。おお、猫耳林ながら読む、かわいい。にゃんにゃん、ありがとう。黒白りんご、りんご。芋太郎、いつかお会いする日が、また会いましょう。あおよし、お疲れんこん、日経エンタポチります。ポチるのが一番早い。日曜日お話し会を持ち目に過ごします。ではね、楽しみ。日曜日お話し会よろしく。アールアップ、あ、入れ替わってるこれ。ホワーン、ありがとう。お金持ち先生、おやすみんごろ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 みー。アーツー、ありがとう。みゃーみゃーみゃー、ありがとう。みゃー、りょうにゃ、メガドンキー名前だけ聞いたことあるけど、メガドはってなってる。メガドンキーわかんないわ。なんだろう、メガドンキー。普通のドンキしかわかんない。ありがとう。タカ、お疲れんこん。13日に PR の本と四国楽しみな仕事頑張ります。マジで瀬戸大橋止まりませんように。確かに台風来たら橋やばいかも。今日も可愛い福ちゃんでした。ありがとう。13日楽しもう。埼玉のおいたん、ありがとう。1位はぶーちゃん。充実したお買い物ができますように。大雨とか気をつけてね、お屋敷。安いスーパー広島で探したことないから探さなきゃな。ありがとう。というわけで、今日はちょっとね、配信遅くなってすいませんでした。はい、お会いできてよかったです。私が福田はって言ったらストーチって言ってください。おりますと福田はストーチ。3度の飯はどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れんこ、おやすみんでみです。明日も頑張ろう。おやすみなさーい。まったねー。ありがとう。バイバーイ。また明日。おやすみみんぜみ。